どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。本日はですね、7月26日火曜日でございます。あ、また鳴ってる画面暗くて分かりづらいと思うんですけど、クラクション鳴ってるの聞けますでしょうか。今ね、花火大会の会場にいるんですけどね、花火が打ち上がるたびにどこの車か分かんないんですけど、セキュリティが反応するっていうね、もうね、いい加減にしてくんねえかなというね状態ですけども。あ、止まりました。なんかね、一回セキュリティ動くと 1,2 分はインターバルあるみたいなんですけどね、またドーンって花火が上がると鳴り出すんですよね。これ車のこういうセキュリティシステムみたいのって考えもんすね。こんなんね、花火会場でバンバン鳴られたら困りますもんね。はい。今日はね、新潟県柏崎市というところに来ております。海辺でね、あげる花火なんですけど、花火の映像はないんですが、なんかね、花火会場の駐車場で、車が勝手に鳴るというそんなような状況でございました。はい。ということでね、皆さんの自家用車のカーセキュリティ大丈夫でしょうかね。こんなんでビビビビ鳴られたんじゃね、ちょっと連れていけないよっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけども、かといってあんまりね、鈍感なのも、セキュリティとしてはまたね、ちょっとこう不完全みたいになりますし、考えもんではありますが、ということでね、皆さんのお車でもこういうことが起きてるんじゃないのかなと、ね、思っちゃって、動画にしてみました。離れたところでね、皆さんのお車は勝手に悲鳴を上げてるというような、ことになってんじゃないかなと思います。ということで、簡単ではありましたけども、花火の音で、カーセキュリティが反応するという、お話でございました。以上です。